はい。皆さん、こんにちは。イエガラフト KMT、ほのかファクトリーのしおみです。いつもご視聴ありがとうございます。はい。以前ね、お届けした、私がね、テストコースで走らした CB400 スーパーフォア、まあ、SB ですね。CB400SB のお客様。はい。えー、車両がね、届いて、ちょっとね、天候がまあ、不順だったので、えー、走行がね、ちょっと今になったみたいです。で、 お客様からレビューをいただきましたのでご紹介をさせていただこうかななんて思いますこれねお客様の生の声なんでねはいあのそのまま読ませていただきますねはい塩見さんこんばんは今日天気が良かったので早速 小一時間走ししてきまた。いつも走る道は幹線道路なのに整備されておらず路面はギャップだらけでアスファルトに穴が開いていてるところもあります。今まではギャップを通る時はちょっと腰を浮かせて身構えてガタンガタンっていう衝撃に耐えていたのですがチューニングしてもらったフロントフォークこれすごいですね。ありがとうございます。ガガガタタタンンンが に変わり腕に伝わる衝撃が驚くほど減あ激減しました他の方のインプレッションにもありましたがギャップを踏むのが楽しくなり踏んじゃダメですよ、はい、わざとギャップを通ってしまうほどダメですダメです、はい、あのギャップを超えるとフロントフォークはそれだけ吸収する動きをしますのでやっぱりね耐久性というか、ね、あの劣化が進みますなのでわざとギャップを選んで走るのは できるだけ控えていただければと思います。はい。<laughs> 続けて読みます。ただ、フロントの挙動が落ち着き、落ち着いたことにより、リアのバタつきが目立って感じられ、まあこれ純正ショックなんでね、まだ。お願いしているリアのアクスルと JL ナイトロンが一層待ち遠しく、あ、ちょっと待ってください。はいあ。すいません。ちょっとね、業者様からね、 連絡が入っちゃいました。はい。ちょっと続けて読みますね。ごめんなさい。えー、塩見さんのフロントフォークチューニングは禁断の果実ですね。いや、そんなことないと思う。はい。えー、知らなければそれはそれで幸せでい,い,あいられたのかもしれませんが、一度知ってしまったらこれなしではいられなくなってしまいます。ということでね、ご連絡いただきました。ありがとうございます。あの、また電話ですね。ごめんなさい。はい。またね、ちょっと修理のご依頼でした。 うわ、なんだ、またか。どうしたもう、すごいっすね。電話攻めです。なんでこんなに動画撮ってる時ね、狙い撃ちのように電話がいっぱいになっちゃうっていうことでね。あの、すいません。話がちょっと脱線しちゃいました。あの、今回の CB400SB のお客様も、まあ、趣味がね、その、テストコースっていうのも、まあ、ワインディング、地元のワインディングなんですけど、走らせた時に感じた、この乗り心地の良さから、まあ、 あの旋回性の良さっていうのもあの体感していただいたみたいですでやっぱりねリアのねショックがノーマルなのでどうしてもねそのリアショックに使われるスプリングってツインショックの場合大体いいねあのバリアブルレートっていわれる二段巻き要は戦艦ピッチの狭い方と広い方がある二段巻きのスプリングをよく採用されております。でこれは 初期の乗り心地を良くして、で、仮にまあ、二人乗りしたり荷物を積んだ時に、乗っけた時に、要はハードな部分でまあ、ストロークをある程度規制しましょうっていう目的のスプリングなんですよ。なので、スポーツ走行をするときには、結局ね、初期で動きすぎてしまう嫌いが出てしまって、やっぱりね、乗り味が悪いんですよね。悪いって言っちゃダメなのかな。旋回性が落ちちゃいます。お尻がね、こうやって下がった状態になってしまって、 乗り心地がどうしてもね、その、旋回性が落ちてしまうっていう,こう傾向になっちゃいます。えー、これはね、今回の CB400SB に関しても、えー、JL ナイトロンがね、完成されて、えー、私の元からお送りします。で、届いた時に装着されて、多分ね、びっくりされるはずです。なんだこれはっていうことで。で、当社の JL ナイトロンに関しては、モノショックに関しても、ツインショックに関しても、 あのリニアレートのシングルレートスプリングを使っておりますでねあの周波数帯の高いスプリングなのでまあ一般市販されているねあの二輪用のスプリングとして売られているものとは全く動き異なります、えー、初期からねきっちりバネレートが立ち上がって本当にリニアなね推移をするスプリングですなのでねあの活発に動こうとする特性のあるスプリングなのでやっぱりねよりスポーツ性能を高めてくれるしかも乗り心地も良くなるんですよ えこういったね、スペシャルなパーツっていうのも、えー、準備して皆様にお届けしていきます。はい。で、次回はですね、ちょっとね、今、なんでこのね、後ろに Y63 があるのかっていうと、この Y63 のフロントフォークスプリングのテストを続けております。でね、いろいろ良かった点、悪かった点っていうのもありますので、えー、ちょっとね、そこはマニア度の高いお話として、えー、皆様にね、またお伝えしていこうと思います。えー、今日はね、 とりあえず CB400SB の、えー、お客様から頂い,いたインプレッションコメントということでねご紹介をさせていただきました、えー、皆さんね是非オートバイライフ楽しんでください、えー、よろしくお願いいたしますじゃあまた次回の動画でお会いしましょう、えー、よろしければまたグッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたしますじゃあまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ